神さん、お見えになってないわね。うん。どうしたのかな、三上。うん。来てないね、三上。ああ、通知は出したんだがね。欠席なんだ。どうしたのかね。次は、ご神父のお父様のご親友であられます、大和商事の常務取締役、平山渉様にお願いいたします。俺か。あ、どうぞおかけになって、そのまま。玉子ちゃん、おめでとう。ただいままでにもういろいろ結構なお話が出尽くしまして、今さら何を申し上げることはございませんのですが、受けたまりますところ、新郎新婦はかねてから熱烈な相思相愛の中で私なども時折新婦玉子ちゃんからその報告と申しましょうか、あるいはおのろけと言いますか、その都度ホットニュースを聞かされて、年がいもなく私自身の虚しく過ぎ去りました青春の日を思い浮かべて、うたた考えに耐えなかったのであります。帰りますと、私の結婚などと申しますものは誠に無味乾燥な至極殺風景なものでありまして、ここに家内もおりますが恋愛などというそういう美しいものには全然縁がございませんで、ひたすら親たちの取り決めに従いましたような次第で、その点本日の新郎新婦は誠にお幸せな恵まれた方々で、大いに羨望の念を禁じないものがあるのであります。どうか今後とも幾久しく一層努力されて、いやもうこの上ご努力には及びますまいがますます仲睦まじく逐次ホットニュースを発表されて、末永く我々の模範となり羨望の的となられることを一人に絶望してやりません。どうも失礼いたしました。おめでとうございます。どうもありがとう。いや失敬。